東洋医学公益講座は未病予防協会の提供でお送りします第24章のーー編に入ります対話形式ではないですから論ではなくて変になります。 この内容は体の中の陽系陰形の中の気血の量の多少と陰形、陽系の関係、あと治療の方法について書いてあります。まず最初、人の正常の場合は足の太陽系とか手の太陽系とか、つまり膀胱系と小腸系の中の血液の方が多くて、気の方が割と少ないです。症よ、つまり単系と参照系の場合は、 血液の量が少なくて、キーの量が多いです。陽明の場合は、要は E 系と大腸系。で、その中でキーの量が多くて、血液の量も多いです。それに対して陰系の場合は、小陰の神経と人系。血液の量も少なくて、キーの量が多いです。で、血陰、つまり、心房系と関系の場合は、血液の方が多くて、キーの方が少ない。で、最後、体陰、P 系と肺景。 キーの方が多くて、血液の方が少ないです。で、これは自然の通常の状態です。この、陽景とか陰景の中の血液の量とキーの量によって、この治療の方法が変わってくるんで、特に針治療の時の重要な原則ではあります。次の段落は、陽景と陰景の関係です。足の太陽と衝炎は表裏の関係で、 足の所要と欠因は表裏な関係で、陽明と太陰、つまり単形と関係は表裏な関係、良い形とい形は表裏な関係。これは足の陰陽、足の陰形と足の陽形の表裏な関係。下落の中でも紹介しています。手の場合は手の太陽と所陰、つまり小腸形と神経は表裏の関係。腕の後ろの内側と外側の方に分布しています。手の所要。 胆経と心臭、といわゆる心房経これは表裏な関係です。これを腕の内側の真ん中と外側の真ん中通ってます。手の四名、つまり大腸形と体印の背景はこれは表裏な関係。これは前の外側と内側。この6つは手の陰陽。手の陰経と手の陽経です。この陰経陽経がどっちが気が病んでる場合は治療するときにまずそのお血がある。 ところを最初は取り除く必要があります。で、これ、汚血は血管浮き彫っている場合もあれば、あるいは赤い反転だったり、そういう場合もあります。その治療するときにその汚血をまず取り除く必要があります。取り除いた後に、今日の場合はそれを補ってあげて、実の場合はそれをシャーしてあげる。っていう治療を施す必要があります。3番目の段落っていうのは、背中にご存知有血、肺を 心友、勘優、比優、人優。その輸血があります。で昔の人、その輸血を測るための方法です。どういうふうに測るかっていうのは書いてあります。現代はもう、もうちょっと精密な測り方がありますから、こういう測り方も使ってないんですので、その説明をちょっと割愛します。お灸とか、針の時に輸血を使って治療を施します。次、形と精神状態。要は肉体と精神状態の違いによって、 病気はどこにあるかということを判断するための原則を紹介しています肉体の方は楽で精神状態は苦痛であれば大体この場合は経脈の方に病気があるということを意味しますその場合は経脈のところに気が病んでる場合でしたらお灸とか針とか使って治療を施す必要がありますで形も楽で精神状態も楽だけど病気がある場合だったりしたら大体この場合は病気は 肉の中にあるということを意味しますのでこの場合は針とお灸というよりは変積石,、まあ、石使いますあるいは線というのはつまり刺さない針がありますあと傘、こういったものを使って治療を施しますでもし肉体の方が苦しいんだけど精神状態の方が楽だとしたら大体この場合は病気は金のところにありますので治療する時には温めるっていう方法が必要です アイロンかけるではなくて、昔はレンガとか火で温めて、で、その火で温めたレンガの上に寝たりとか、あるいはその温めたレンガを体の上に置いといたりするとか、あるいはお湯で温めたタオルとか棺部に当てたりするとか、そういう温熱療法を使いますで。もし肉体も苦しくて精神状態も苦しいようであれば、大体病気は喉のところにありますから、で治療するときに薬使います。 この場合は針の治療とか傘の治療とか温熱の療法とかあんまり効かないですから薬使って治療する必要がありますもし驚かせたりとか怖がせたりするとか恐怖とか驚きという感情の引き沈み繰り返した場合なんですけどもその場合は気血の方が大きく乱れて経落の方が詰まっている状態で体の方麻痺とか反応鈍くなったりしますから その場合は治療するときに薬というよりはその場合はアンマという方法を使いますただのアンマだけじゃなくてアルコールとかハブとかオイルとか使ってアンマしたりするっていうこといわゆる今で言うとアユベダみたいな感じです精油ではないんだけど油とかお酒とかつけて体アンマして皮膚通して夜行性を体の中に取り入れるということで治療を施します この針治療する時の原則なんですけども一番冒頭に各経絡の中の気血の量の通常の状態が述べてますのでだから治療するときにそれに基づいて治療を施す必要があります。陽明胃経大腸経の場合は木も多くて血液も多いですから治療するときに血を抜いたりとか射して木を出したりするというかそういう治療を施します。 太陽系の場合は血液量多いんだけど木の方が少ないですから血を抜いたりすることはいいんだけど木を抜いた後にすぐこの穴閉じて木を漏れないようにしないといけないですだから背中の膀胱系のカッピングとか血を抜いたりするとかその時に血を出した後にすぐ刺した穴をちゃんと閉じるようにしないとその病気ひどくなったりするということもあります の場合つまり単形とか三小形の場合は血液の方が少なくて木の多いですから木を抜いたりすることはいいんだけど出血させることはあんまり良くないです。体炎の場合はつまり背景と非形の場合腸炎と同じですから木の方が多くて血の量が少ないですので木を抜いたりしていいんだけど出血させるのはあまり良くない。小炎の場合は血液の少なくて木が多いですのでだから木を抜いていいんだけど出血させるのは良くない。血液の場合は 血液の方が多くて気が少ないですから出血させることはいいんだけど気を抜いたりすることはタブですだから同じく治療するときに白くく血を抜くという治療があるいは,は抜く量あと針刺す場合は太い針使うか細い針使うかっていうは区別もする必要があります今回の内容はあなたのお役に立てましたでしょうか 東洋医学を暮らしに生かす身近なものとしてこれからもお伝えさせていただきますもし今日の内容を誰かに知ってもらいたい誰かのお役に立ててもらいたいと思ったらこの講座をシェアしていただけると嬉しいですまたこの講座の最新号をいち早く見たいという方には YouTube のチャンネル登録がおすすめですではまた次回お楽しみに